Assad launched a savage chemical weapons attack. These are not the actions of a man. They are crimes of a monster instead. おととし、シリア政府軍が毒ガス兵器を使用し市民を虐殺したとして武力攻撃に踏み切ったアメリカのトランプ大統領。毒ガスなどの化学兵器は核兵器や生物兵器と並ぶ非人道的な大量破壊兵器だ。核兵器の使用は極めて非人道的であり、我が国として断じて容認することはできません。しかし、こちらは旧日本軍の毒ガス工場跡です。歴史上最後に毒ガス兵器を大量に使用したのは実は日本なのです。これが日本の毒ガス船の資料です。そこに記された恐るべき毒ガス船の全貌とは。毒ガスを作った犯罪者。しかしその事実は日米双方によって封印された。化学兵器の使用許可を求められても私はそれを禁じた。毒ガス使用が違法となればアメリカの国益が傷つけられる。さらに太平洋戦争末期、アメリカ軍が進めていたある極秘作戦、九州上陸作戦に際して毒ガス攻撃は有効である。作戦図に記された33の攻撃目標、それは九州をターゲットにした毒ガス作戦だった。作戦の実行はすぐ目前まで迫っていました。こちらは日本本土攻撃用に準備されたドラム缶7万本もの猛毒イペリットです。もし日本側が降伏していなかったら毒ガス兵器が使われていたでしょう。シリア政府軍の化学兵器使用は決して対岸の火事ではない。終戦から75年、封印された毒ガス船の真相に迫る。瀬戸内海国立公園に浮かぶ大久野島。広島県竹原市からフェリーで3キロ、大久野島が見えてきました。周囲およそ4キロの風光明媚な島なんですけれども、島内には戦争の負の遺産が眠っています。今大久野島は全島が国民休暇村に指定され、家族連れでにぎわうリゾートの島だ。観光客に人気の野生のウサギだが、かつてこうしたウサギがある生態実験に使われていた。この島の存在はかつて軍事上の最高機密でした。国際法で禁じられた毒ガス兵器を国際社会の監視の目を欺いて密かに作り続けていたからです。旧日本軍の毒ガス製造工場、陸軍忠の海兵器製造所。こちらは工場の機械を動かすための発電所の跡だという。毒ガスは1915年、ドイツ軍が初めて実戦で使用し、第一次世界大戦での死傷者は100万人以上。まさに大量殺戮のための悪魔の兵器だった。
1925年、その残虐性から毒ガス使用を禁じるジュネーブ議定書が採択された。しかし日本はこれを批准せず、毒ガスの実戦使用の準備を推し進める。化学戦は将来戦において利用しうるべき有効なる戦闘手段なり、新毒物等の探求に関してはなお一段の努力を要する。そして日中戦争が始まった翌年、毒ガス製造の拠点の大久野島は地図から消し去られてしまう。こちらは島の北部にある毒ガスの貯蔵庫跡です。中にはヴィラン製の猛毒イペリットのタンクが並んでいまして、硫黄化合物の黄色いガスであることからキーという暗号名で呼ばれていました。この島で作られていた猛毒の数々、当時の資料が防衛省の研究所に残っていた。陸軍技術本部が制定した毒ガスの分類によれば、キーは人体組織を破壊するヴィラン製の猛毒で、キー1号と言われたイペリットとキー2号のルイサイトの2種類があった。緑は目を刺激し涙が止まらない催涙性ガス、赤は呼吸器系を刺激するくしゃみガスを意味する。大久野島の毒ガス工場では学徒動員も含めて延べ6700人が働いていた。失礼します。ああどうも、おはようございます。キー2号ルイサイトの原料を作っていた技術者を訪ねた。戦時中毒ガスを製造したという藤本康馬さん。勉強しながらお金がもらえるから、奥の島へ行かんかと、はいはい、家が貧しかった藤本さんは中学を卒業後、養成校として毒ガスの島へやってきた。その後 A 産工室といわれる工場に配属となる。 A 産工場で、何を作るか言うたらもうルイサイトを作っている。死の梅雨と言われた、猛烈な毒ガスを作りました。それ作っていた時の気持ちというのはね、どういう気持ちで作ってたんですか。それはもう英雄気取りですよ。あれから70年が経った今でもその化学式は忘れることができない。カッコの CHCL2.CH カッコの2、 これがルイサイトですか。これがルイサイトです。そのルイサイトは茶褐色、匂いは卵の腐った匂い。軍国少年藤本さんがお国のために働いていた大久野島、およそ70年ぶりに案内してもらった。ルイサイトを作っていたのは、はい、旧川村の入り口がある右側の位置が A 産工場、観光客でにぎわう国民旧川村。そこはかつて猛毒ルイサイトの工場だった。藤本さんが製造したルイサイトなどの毒ガスは、内側に鉛を貼り付けた大きな鉄製タンクに入れてこちらに貯蔵されました。毒ガスの製造、それは大変危険なものだった。藤本さん自身はですね、作業中にガスを浴びたことはあるんですか。あります。猛毒面をしていると汗をかくと、
汗をかくとガスが付着するということで、うん、防毒面の、うん、鼻の型になっているところが当たるというところで、うん、これあここ変色してますね。変色してるんです。島ではこれを毒ガス焼けと呼んだ。こちらは養成校時代に使っていた教科書、化学兵器人道論とある。ガスは流血の惨事を伴わず、肉体的苦悩少なきもの。かつて大久野島で教官助手だった辰田さん、毒ガスは国際法で禁止されてるんだということはご存知でしたか？知っておりました。人道的ではないということですね、はい、自分の口からは言えなかったです。言えなかったですか。それはどうしてですかね。それもあの当時の憲兵隊も私ね、なるほどね。これはヴィラン製の毒ガスを貯蔵するタンクがあったところなんです。しかしそれは人々を無差別に殺傷し、深刻な後遺症を残す残忍な兵器だった。今振り返ってみたら、それは犯罪性ですね、はいはい、中国侵略戦争に勝利をする、その勝利をするためには、手段を選ばない、こんにちは。島では女学生までもが働かされていた。岡田さんは中学2年の時に学徒動員され、発煙筒作りなどに従事した。戦争の恐ろしさをやっぱり伝えないかんいう。島での様子を多くのスケッチに残している。およそ600人の中学生が参加した入所式、何をするか知らされぬまま上官にこう命令されたという。ここでのことは秘密だから、一切言うてはいけない。家帰っても家族といえども言うてはいけない。しかし島で見たのは防毒服に身を包んだ異様な行員の姿。さらに学徒にも使い古しのガスマスクが配られたが、付着した毒物で涙が止まらなかったという。すぐ行員さんがマスクを外せ言われて、洗いに行け言うて顔を洗いに行きました。じゃあまあその時から、はい、毒ガス作っているいうことを知ったわけです。こちらはたまたま覗き見たルイサイト工場。毒ガス漏れを察知する重始末が買われていた。島中が汚染されていて、松葉を爪楊枝にすると口中が腫れたという。毒ガスには犠牲者が絶えず、大久野島には殉職碑が建てられた。そのガスを吸って白い泡を吹きながら、苦しんで死んでいったと。お苦しいという字を書いて、大久野島、大久野島、大苦しい島、大苦しい島。1937年から始まった日中戦争、日本軍は果たして毒ガスを使ったのか。中国側の告発に対し日本側は全面否定。それどころか軍の指導のもと、メディアも中国軍こそが毒ガスを使用したと非難した。卑怯なり、国際法を無視し、
くしゃみ性毒ガスを使用。さらにヴィラン性の猛毒イペリットまで使用し、人道上許しがたいと日中戦争を正当化する口実にも使われた。一方、敗戦後日本軍は国際法違反の発覚を恐れて、中国の川や地中に生物化学兵器を投棄し、証拠隠滅を図る。その結果、戦後歴史学者ですら毒ガスの使用はなかったと考えていた。まあ、我々歴史研究者も第二次大戦ではどこの国も毒ガスを使わなかったんじゃないかというふうに思っていたんですよね。まあ、歴史研究者として、まあ騙されたっていたっていうのは変ですけど、まあそういう事実があったということを知らなかった。こちらはアメリカの連邦議会図書館です。終戦から40年近く経った1984年、ここで歴史的な発見がありました。それは GHQ が押収していた日本軍の毒ガス使用の決定的証拠でした。見つかったのは、日本軍が日中戦争で化学戦を実施したという報告書。最初に全面的な毒ガス戦が展開されたのは1938年8月の武漢攻略戦だった。本次作戦艦師団長は適時特殊炎を使用すべし。特殊炎とは毒ガスを意味する隠語である。この発見によって歴史は書き換えられた。日本軍は他の国と同様に、その毒ガス戦は第二次大戦中やらなかったというふうにみんな思ってたわけですけども、そういう常識がひっくり返ったわけですよね。こちらの作戦図によれば、赤と呼ばれたくしゃみ性ガスと緑と呼ばれた催涙ガスが400回近く使用されている。徹底抗戦していた中国軍陣地は次々と陥落し、戦況は一転したという。特殊炎の効力大にして、よく当面の敵を制圧す。当初は限定的に使われていた毒ガスだが、日中戦争が長期化、泥沼化する中、その絶大な効果を知った日本軍は大規模使用の誘惑に駆られていく。1983年、アメリカの公文書館でもう一つの決定的証拠が発見された。これが日本の毒ガス戦の資料です。それは日中戦争で日本軍が行った毒ガス戦をまとめた極秘資料だった。例えば1939年の秋水渡河作戦では、右師団が中赤糖1万本、左師団が中赤糖5000本を発射。赤はくしゃみ性の毒ガスで、対岸のこちらの部分に着弾。その結果、正面12キロを完全制圧したという。公文書館にはその時の毒ガス実戦部隊の指揮官をアメリカ軍が尋問した調書も残っていた。どの戦闘で赤糖を使ったのか。1939年、秋水を溶かした作戦で使いました。私の部隊だけでなく、他の部隊でも赤糖を使用していました。毒ガス使用を許可したのは誰か。東京の参謀総長が指示していたのではないでしょうか。こちらは秋水渡河作戦の翌月に発せられた参謀総長の命令書です。赤よりも致死性の高い猛毒キー、すなわちイペリットやルイサイトの実験的使用を指示しています。北品方面軍司令官は、キー剤等の特殊資材を使用すべし。
そして1941年秋、揚子江中流域の魏庄での攻防戦では黄弾1000発、赤弾1500発が発射された。日本軍は中国軍に包囲され全滅の危機にあったが、ヴィラン性ガスキーはこちらの部分に、クシャミ性ガス赤はこちらの部分に着弾、辛くも偽証防衛に成功した。敵の攻撃機等を挫折したるのみならず、ガスの効果は大なりし。公文書館にはこの毒ガス戦の犠牲者の写真も保管されていた。皮膚のヴィランや背中には大きな水泡が確認できる。科学船霊昇集によれば、魏庄攻防戦以降窮地に陥った時には窒息の毒ガスキーがしばしば用いられるようになった。さらにあの731部隊が中国人捕虜たちに対し行っていた恐るべき毒ガス人体実験の実態に迫る。アメリカで日本の毒ガス船の資料が見つかったのと同じ頃、神田の古本屋でも驚くべき発見がありました。ダンボールに入った古い資料を見かけまして、旧陸軍の軍医部関係の資料がたくさん入っている資料だったんですね。こちらがその文書です。それは731部隊の毒ガス開発への関与を裏付けるものでした。731部隊の軍医池田苗尾少佐がまとめたヴィラン性の猛毒キーダンによる人体実験の報告書。これは毒ガス弾を人体実験に使ったという紛れもない証拠で、やっぱりこういうものは実際にあるんだと。731部隊、正式名称関東軍防疫給水部。黒竜江省のハルビン近郊には今も部隊の施設跡が残っている。1940年、この辺一帯の近隣住民を立ち退かせまして、この地に飛行場や宿舎、神社、プールまでを完備した巨大な施設が完成します。その悪魔の実験が行われたのは1940年9月のことだった。16人の実験台を野外のさまざまな場所に配置し、第一地域にはイペリット弾1800発、第二地域には3200発、第三地域には4800発を打ち込み、経過時間ごとの症状を記録していった。実験台となった捕虜たちはマルタと呼ばれた。マルタってのはそこに監禁してある人で、それを殺した時は何本倒したと、マルタを倒したと、実験動物と同じ扱いです。当時ここに送られてきた人々が収容されていた場所なんですね。少なくとも3000人近い人々が人体実験の犠牲になったという。4日間にわたって行われた毒ガス実験、例えば識別番号513号のマルタの場合、6時間後には小豆大の水泡が生じ角膜が混濁、3日目には尿道口周辺は糜爛し灼熱痛あり、4日目には顔面が暗黒色となり呼吸困難に陥った。他にもキーダンのイペリットやルイサイトの水溶液を使った減水攻撃が行われた。例えば実験台479号は減水を飲用させられ、その後右目に点眼された。
731部隊は終戦直前、施設をすべて破壊して証拠隠滅を図り、日本へ逃げ帰った。731部隊が撤収するとき、人体実験用に集められた400人以上の人々が毒ガスで殺害された。遺体を焼いた灰は消火口のこの場所に捨てられたという。日本軍の毒ガス使用が歴史の闇に葬られた原因は、現地での証拠隠滅以外にもう一つある。日本の戦争犯罪を裁く東京裁判。日本軍が使った細菌兵器と毒ガス兵器は明らかに国際法違反だった。しかし731部隊が開発した細菌兵器についてはアメリカ軍がその成果を独占するために免責された。一方、日本軍の毒ガス兵器は第一次大戦中に開発済みのものばかり。日本軍の化学戦能力は標準以下である。アメリカ軍にとって技術的魅力が乏しい日本軍の毒ガスは訴追の対象となった。ついで金南検事より起訴状の朗読を求め。日本の中華民国に対する戦争において毒ガスが使用せられたり、毒ガス使用を立証しようとしたのはトーマス・モロー検事だった。メリーランド州に住むモロー検事の孫を訪ねた。 Hi, nice to meet you. Hi, Tom Morrow. My name is Yuko. Nice to meet you. 祖父は化学兵器の使用に強く反対していました。第一次世界大戦中、ドイツ軍の毒ガスがフランス市民を傷つけるのを目撃したからです。終戦の翌年、東京裁判に先立ってモロー検事は中国各地を訪れ、証拠の収集を行いました。その結果、日本軍が遺棄した毒ガス兵器を現地で確認し、証言を集めることに成功します。日中戦争での日本軍の毒ガス使用は十分に立証できた。それは紛れもない国際協定の侵犯である。毒ガス使用という残虐行為は実際には日本軍の幹部が指示していたことが分かりました。モローが作成した資料によれば、中国における日本軍毒ガス戦は9年間で合計1312回、毒ガスによる死傷者総数は36,968人。一方、東条英機は毒ガス製造は認めたが、その実戦使用を否定した。毒ガスを研究したのは防衛のためです。戦場の指揮官から使用許可を求められても私は禁じました。さらに米軍内部からも、日本の毒ガス使用を裁くことはアメリカの国益を損なうとの異論が噴出しました。最も強く異を唱えたのは陸軍の化学戦統括部隊でした。もし戦争犯罪が訴追されれば、毒ガスは戦争の手段として違法となってしまう。我々の国益が傷つけられる。米ソ冷戦が激化する中、毒ガス分野ではアメリカが優位に立っていた。それが実戦使用できなくなることはアメリカ軍にとって由々しき問題であった。こちら、マッカーサー記念館である極秘伝聞を発見しました。
これはアイゼンハワー参謀総長の極秘伝聞です。Thank you. こちらは後に大統領となるアイゼンハワー参謀総長が東京のキーナン首席検察官に送った警告文です。起訴状で日本の中国での毒ガス使用に言及しているが、 FM2710 は考慮されたであろうか。FM2710 とはアメリカ陸軍が定めた野戦基礎共犯のことで、そこにはこう書かれている。毒ガスと化学兵器。アメリカは毒ガスの使用を禁止するいかなる条約にも加入していない。アイゼンハワーが送った極秘伝聞には、毒ガスを禁じたジュネーブ議定書をアメリカと日本は批准していないことが示唆されています。東京裁判で日本の国際法違反を追及すると、アメリカ自身も毒ガスを使えなくなってしまうのです。軍部から警告を受けたキーナンは、その後行われた冒頭陳述で毒ガス問題に言及することは一切なかった。残虐行為の証拠を見つけたのに誰も裁かれないなんて、祖父には信じられないことでした。冒頭陳述の数日後、モロー検事は失意のうちに帰国。日本軍の毒ガス使用の事実は歴史の闇に封印された。その一方で、アメリカ軍自身が実施寸前だった九州毒ガス攻撃作戦の恐るべき全貌とは。1941年10月、日本軍が大量の毒ガスを使用した偽装攻防戦、連合国軍に対する毒ガス攻撃を警戒するアメリカは、化学将校を現地に派遣し情報収集に努めた。偽装攻防戦での毒ガス被害者の写真を同封する。手紙に添えられた2枚の写真は、毒ガス使用という日本軍の戦争犯罪を裏付けていた。Although warned that the use of gas against the Chinese would bring retaliation by our armed forces, and since the Japanese have ignored our warnings, no ethical reason is involved. Pearl Harbor, December the 7th. 2ヶ月後、真珠湾攻撃によって太平洋戦争が開戦。アメリカの化学戦統括部隊は日本に対する毒ガス戦の準備に入った。The Huntsville Chemical Warfare Arsenal is the largest we have, and probably the largest chemical warfare arsenal in the world. It is now in production and can manufacture more mustard gas in one day than was manufactured by us in all of World War I. 太平洋戦線での日米の攻防は熾烈を極め、アメリカ側にも多数の犠牲者が出ていた。化学戦統括部隊からは日本に対する毒ガス攻撃の声が上がり始める。毒ガスの適切な使用は戦争を早く終結させ、多くのアメリカ人の命を救うことができる。こちらのフィルムはパナマ沖の離島で行われた化学戦統括部隊の訓練の様子です。想定されたのは太平洋の島々での毒ガスの実戦使用でした。マスタード filled shells of the 4.2 inch chemical mortar and the 105 millimeter howitzer were also tested. A comparatively light contamination density will cause serious casualties to the majority of troops protected only with the gas mask, as are the Japanese. その頃、日本軍は太平洋各地で敗走を重ねていた。1944年1月、大本営は連合軍を刺激しないように
ある命令を下す。近き将来において米英が化学戦を行使する公算大なり。しかし敵の化学戦遂行能力が絶大であるのに対し、日本軍の化学戦準備は極めて貧弱であった。敵に刺激を与え化学戦を誘発するがごときは極力戒むべき。実はこの時点でも毒ガスは退却する際などに現場判断で使われていた。観作戦だべな、退却だったら下がりガスと高くなるやつなんだべ、ボブドグメンかぶれて。しかし1944年7月、要衝サイパンが陥落。ついに東条英機は毒ガス使用を禁止する。その指令書がこちらです。特殊炎特殊弾の使用の件という見出しだけで本文は破棄されていますが、連合軍がそれを傍受した記録が残されていました。特殊炎および特殊弾の使用は中止すべし、敵に毒ガス使用の口実を与えぬよう注意すべし。この極秘伝文によって日本軍の毒ガス戦中止はルーズベルトにも伝えられた。しかしアメリカは日本での本土決戦に向けて毒ガス作戦の準備に突き進んでいく。1945年4月、ついにアメリカ軍は沖縄本島に上陸。しかし洞穴にこもって抵抗する日本軍に手を焼き、5万人近い死傷者を出した。毒ガスは火炎放射器以上に効果的だと分かっていたが、毒ガスや刺激性ガスを使用してはならない。太平洋地域で毒ガスを使用することに軍部は反対でした。ドイツ軍が我々に毒ガスを使用する口実にされると危惧したからです。しかし5月、ドイツが降伏すると日本に毒ガスを先制使用することへの障害はなくなった。こちらのフィルムをご覧ください。毒ガスによる攻撃はすぐ目前まで迫っていました。ご覧のようにアメリカ軍が日本上陸に備えて防空壕攻撃のリハーサルを繰り返していました。報告書によれば日本軍の防空壕に見立てた洞窟に効果を測定する実験動物を配置。 RX の R はラビット、ウサギを意味する。訓練では B25 から毒ガスをまき、わざと防護服をかぶった兵士も標的とされた。破れたあたりが毒を浴び糜爛しているのがわかる。暗号名エージェント H、 イペリットが最も効果的である。この報告を受けてマッカーサー元帥らが日本本土上陸作戦を提案。11月1日からオリンピック作戦、すなわち九州上陸作戦を開始することとなった。マーシャル参謀総長はオリンピック作戦での毒ガス使用を明言した。日本軍は最後の一人になるまで強心的に抵抗するだろう。被害を最小限にするため全面的な毒ガス戦を開始すべきである。アメリカ陸軍省が作ったこちらの映像によれば、アメリカ各地の化学兵器保管庫に日本本土攻撃用として膨大な量の毒ガスイペリットが貯蔵されていました。 This is part of the Eastern Chemical Warfare Depot located at Edgewood Arsenal and more gas waiting for the Germans and Jets。
こちらは参謀本部作戦部が立てたオリンピック作戦の草案である。九州上陸作戦に際して航空部隊は毒ガス攻撃により毎日40平方マイルを汚染できる。オリンピック作戦での戦略的戦術的な毒ガス戦は実行可能であり有効である。さらに九州の地図を添付して具体的に33の毒ガス攻撃のターゲットを列挙している。これらの標的に毒ガス弾を投下し日本軍を無力化してから九州に上陸する作戦だった。もし都市が攻撃されていれば大虐殺になっていました。だからこそ化学兵器は大量破壊兵器なんです。8月1日日本に投下する毒ガス弾の船積み命令が出されたが、その5日後に広島、8日後に長崎に原爆が投下され日本は降伏する。毒ガス攻撃はギリギリのところで回避された。戦後75年経っても未だ影を落とす毒ガスという戦争の負の遺産。毒ガスを製造していた大久野島では毎年慰霊式が行われている。そこには後遺症で亡くなった3500人以上の毒ガス障害者が祀られている。最終的には毒ガスの被害を受けた、被害者になった。国に対する怒りっていうのはじゃあ今もずっと持ち続けてる。それ持ち続けて忘れたらこれ何者なんじゃね。一日たりとも一秒たりとも、忘れることはできない。しかし被害者である一方で戦後ずっと毒ガスを作っていた罪悪感に苦しんできた。見てもらいたいものがあるんです。はい、こちらなんですけれども、これはアメリカで見つけてきた中国の被害者の方々の写真です。はい、これは紛れもなく毒ガスを作った。毒ガスを作らなければこういう状況はないんだ。これ毒ガスを作った犯罪者がいるからこういう結果が生まれてくるんだ。私は犯罪者である。ご視聴ありがとうございます。アベマアナウンサーの西澤ゆかです。アベマならご覧の番組をフルで見放題。動画の続きはここをクリック。